ユハ・カンクネン、ユハ・マッティ・ペレルボ・カンクネン、1959年4月2日タイ、はフィンランドラウッカ出身の元ラリードライバー。世界ラリー選手権のドライバーズタイトルを4回獲得。コリン・マクレーが2タイトルを獲得するまで史上最年少のタイトルホルダーだった。カンクネンはユバスキュラの近くの農場で育った。 1978年にフォードエスコート RS2000 を操り、ラリーデビュー。WRC には1979年の戦、コラリーが初参戦である。1983年にトヨタチームヨーロッパに移籍。1985年のサファリラリーで、WRC 初優勝。1986年に、プジョーに移籍し、 ランチアのマルク・アーレンと年間王者を争う最終戦終了時点ではアーレンに次ぐランキング2位だったが、ラリー・サン・レモにおける、プジョーの失格が取り消され、イベントのリザルトも無効とされた結果、関ク年に初タイトルが転がり込んだ。は、ランチアに移籍し、世界タイトルを連覇。1988年、1989年は、フルス・トヨタで、 セリカ ST165 を借り、1989年はオーストラリアで復帰来発の優勝を飾る。また、1988年にはプジョーからパリダカルラリーに出場し総合優勝した。1990年に再びランチアに移籍、1991年はカルロス・サインツとの激戦を制し、3度目の世界タイトルを得る。 1992年は、ポルトガルの一勝にとどまるものの、堅実な走りで、ランチアのメイクスタイトル6連覇に貢献する。最終戦終了時点で、翌年のシートは決まっていなかったが、スポンサー契約の問題でサインツが、急遽、ランチア、ジョリークラブへ移籍し、それに伴い関ク年のトヨタ移籍が実現した。1993年は、長年のパートナーである。 ユハッピロネンが脳震盪で倒れ、急遽他のコドライバーと組むアクシデントに見舞われるが、フォード勢との熾烈な戦いを制し、見事4度目の世界タイトルを獲得。そして、トヨタに日本メーカーとして、初のメイクスタイトルをもたらした。1994年には、前年の中盤に組んだニッキー・グリストをコドライバーとする。初戦のポルトガルで勝利を飾るが、 ニューマシンの開発兼務のため、これが唯一の勝利となる。そのニューマシン、セリカ ST205 は、サンレモラリーからカンクネンの手によってデビューするが、搭載していた、スーパーストラットサスペンションの不調と車重に悩まされ、続ける。1995年のカタルニアラリーは、序盤はリードするも、二日目の終盤にコースアウトで、リタイア。 チームメイトのディディエ・オリオールが4位でフィニッシュするが、最初圏でターボリストリクター F 製な細工が行われていたのが発覚。オリオールのリザルトは無効となり、関ネ年もドーラリーまでポイントランキングでトップに立っていたものの、国際自動車連盟 FIA によってポイント無効の処分がなされ、さらにトヨタは1年間ワークス活動を禁止される事態となった。 1996年はトヨタに残留し、プライベート体制で4戦に出場した。1997年はシートを得られなかったが、フォードのアルミン・シュバルツがシートを得る、前提条件であったスポンサードを得られなくなり解雇、されるとその入れ替わりで第7戦、ラリー・アルゼンから参戦。基本設計が古く、三菱、スバルよりも戦闘力の劣るエスコート、WRC を借りながら、 コンスタントに上位入賞する活躍を見せ、マシン開発が終わった1998年のフィンランドで熟練したりで勝ち取った3位は特筆に値する。フォード時代の最高位は7回の2位。1999年にスバルに移籍。序盤はマシンとタイヤの開発が他チームに遅れて苦戦するも、中盤戦に入ると熟成も進み。 アルゼンチンでは6年ぶりの勝利を飾ると、地元のフィンランドでも安定した速さで勝利を挙げた。2000年はリチャード・バーンズを中心としたチーム運営に変わり、走りも制裁を欠くようになり、この年限りでスバルを去った。2001年はヒュンダイでフィンランドラリー一戦のみに参加。翌2002年はヒュンダイのレギュラーシートを得る。しかしながら目立った成績を挙げることなく、 翌2003年にはシートを失い、実質的な WRC 引退となった。なお、2010年には、ラリーフィンランドにフォードフォーカス WRC で、スポット参戦し、総合8位の結果を残している。カンクネンは活躍の場を再び、ラリーレードに移し、2004年は UAE デザートチャレンジに参加した。彼は、ドライバーのユハレッポと共に年のダカールラリーに、 フォルクスワーゲンから罰したもののリタイアに終わった。フィンランド出身の著名なスポーツ選手はフライングフィンと呼ばれるが彼もそのように呼ばれ彼はまた2002年3月に創立したフィンランドの低価格航空会社フライングフィンゾラ2004年に経営破綻に出資もしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。